ャンネル登録お願いします。皆さんこんばんは、にゃん太郎です。今日も一日お疲れ様でした。選挙が終わって2日がね経ったんですけど、皆さんのね生活の方はいかがでしょうか。少しねボランティアさんたちも落ち着いてきてるのかなとは思うんですけど、結構ねやっぱり選挙ってなるとテンションがねみんな上がるんで、すごいねこうボルテージを全開で、みんながマキさんをね応援したっていうことで、楽しかったのかなって。もうしんどいんですけどね、大変なんですけど、その中でもやっぱり、ね、楽しいこととかもねあって、みんなで盛り上がれたんじゃないのかなって思います。選挙はね お祭りだって言ってた人がいたんですけど、本当に僕もそうじゃないかなって思うんですけどね、やっぱりね楽しめるのがね一番いいのかなって思います。それとマキさんが選挙の次の日に当選証書をねもらいに行ったっていうことで、聞いたんですけどね、お昼からだったかな、月曜日のお昼から当選証書をもらいに行ったっていうことで、バッジを多分ねつけたんじゃないかなって、僕まだちょっと見てないんですけど、また近いうちにね行ってみたいなと思ってるんですけど、ただ今日ね火曜日なんですけど、ちょっと仕事が早く終わったんで行ってこようかなって思ったんですけど、ちょっとやっぱりねお忙しいみたいで、なかなかねちょっとドタバタしてる感じ、事務所もねやっぱり選挙の後片付けっていうかね、後始末なんかもあると思うので、ちょっとしばらくはね行けないかな、わからないんですけどね、ちょっとお伺いしながら、もしタイミングが合えばまたお話をね聞きに行けたらいいかなって、あとねバッジをね見せてもらいたいなって思っているので、皆さんねもう少し待ってください。ひょっとしたらね他の方がね先に行っちゃうかもしれないんですけどね、僕のチャンネルでもマキさんのね今後をね見ていきたいかなって思っているので、その辺をねまた皆さんにお届けできたらいいかなって思っています。それからなんですけど、僕がね選挙の、結果が出た後に、夜中だったんですけどね結果が出たの、その後にちょっとこのマキさんがね当選したっていう動画を作りたいなと思ってたんですけど、やっぱりねちょっと作るのができなかったのでライブ配信をさせてもらったんですけど、その僕のねそのライブ配信の動画にすっごい皆さんからのねコメントをいただいたので本当にありがとうございます。マキさんもねきっと喜んでくれているんじゃないかなって、またこれがねたくさんコメントがみんなから来たよっていうこともお届け、ね、伝えに行きたいかなと思うんですけど、本当にたくさんの方がコメントをねくれて、このマキさんのね選挙を見守ってくれてたんだなっていうのがすっごく伝わってきて、もう一人でね僕感動してたんですけど、本当にね今回当選することができてよかったかなって思っています。皆さんのねコメントに全てちょっと返信はできなかったんですけど、可能なものに関してはねちょ僕にねコメントくれている方に対してちょっとお返事をねさせてもらったんですけども、本当に皆さんからのこのね温かいコメント本当に感謝しています。ありがとうございます。はい、じゃあ最後になるんですけど、今後のね僕の、予定としては、大阪ではねもう一つ市議会選挙がねあるんですけど、それを来年の1月19日が確か公示だったと思うんですけど、茨城市で市議会議員選挙が行われます。でその市議会議員選挙になんと令和の看板を背負って立候補予定の、ね、方がいらっしゃるので、その方のね応援もいけたらいいかなって思っています。まだ詳しい日程とかそういう打ち合わせとかもね全然できてないので、今後もしねそういう連絡を取ってお届けできるものが皆さんにねあればまたお伝えしていきたいかなって思っているので、よろしくお願いしておきます。あ、名前言ってませんでした、すいません。茨城市政策委員の森本玲子さんです。みんなにはモリモリって言われてるのかな。はい、ということで森本玲子さんの応援をねしていきたいなと思っているので、またお届けできるものがあればお届けしたいと思います。それでは最後までありがとうございました。それじゃあまたね、バイバーイ。ありがとうございました。にゃん太郎チャンネル。